こんにちは、ドクターネックスです。さあ、千年決戦編3キャラゲットいたしましたんで、今日はですね、新しいガチャ、ご定ガチャ名瓶、3キャラですね。使ってみて一番強そうなのはひなもりですかね。しかもちょうど今のこの極限にはぴったりなんじゃないかなと思います。そして、大前田は久々の境界師強化賞ドロップアップ 17%。 まあ最近はですね、メダルキャラでももう手に入ってるんで、大体もうみんな4枚積みできるようになってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあどうなんですかね。大前田4つ手に入れられれば、レベル版になれば、必殺技レベル版になればキスケと取って変わるかもしれないけれども、まあ即属性なんで苦手属性があるっていうところがキスケと比べてね、どうなんだろうなっていうところですけど、まあうんちくはいいとして、10連と見せかけて20連終了。あの人はもうソウルソサエティの敵ですから。いやー、俺バレンタインひなもりが初めての星5ひなもりだったけど、ようやく強いひなもりがゲットできたわ。ちょっとレベル上げて極限行ってこよう。こいつで極限行ってこよう。いやー、 1% のガチャでこんだけいけたら上等ですよ。呪いわけがねえだろ。様では私に片膝すらつかせることはできぬ。はい、今回一番の当たりであろう。ひなもりをゲットできました。さあ、お試し。ランギクはなんといっても強攻撃2でしょうね。すげえ長い。ああ、今さらそんな顔してもダメよ。麻痺か。ダメじゃないわよ。ため失敗したから時間が足んなくなっちゃった。お前だ。目に物見せてやるぜ。範囲広いな。3段これちょっと面白いよね、グラフィックが。ついてくれるもんなら来てみろ。よっしゃ。ついてくれるもんなら来てみろ。顔。よっしゃ。そして対処します。
ひなもりは早いんだよ。強いっす。ついにひな、しかもさ、このひなもりの絵とか可愛くね、素敵じゃね、もうなんかヒロイン感あるよね。はい、なんかガチャ運上昇中。今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。